久保さん、まあ、結局、受け取り方が全てですね。受け取り方が全てなんですけど、山本太郎さんがね、講演でね、あの演説でよくこういう話をするんですけど、まあ、今のね、日本の経済が衰退して30年と、今どうなってるのかと、ね、死ぬ、死んでる人たちはほとんど自分で命を落としてると、これ何パーセントだみたいなね、話をよくするんですけど、例えば、まあ、 こういう状況の時にどういう受け取り方ができるのかなって考えた時に、例えば、えー、親が子供を虐待してますと。で、虐待してね、殺しちゃって、え、逮捕されるっていう事件もニュースで流れたりとかしますけど、虐待されている状況で、親の保護を受けてる、ありがとうっていうような受け取り方ができる子供たちはいるのかと。多分これは非常に難しい問題だと思うんですよね。 うん。それが過度に行き過ぎてると、行き過ぎた虐待であるならば、もうそもそも殺しちゃうっていう場合もありますからね。うん。まあ、僕はまあ、そういうね、家庭状況、まあ、親から DV 虐待を受けてたわけじゃないんですけども、なんか、子供は親を選べないんですよね。うん。子供は親を選べないっす <laughs>。選べるんだったらまた話はちょっと変わると思うんですけど、子供は親を選べないと。うん。でも親は、 子供を作る自由があると <laughs>。でも子供は、生まれてきたいのか生まれてきたくないのかっていう自由はないんですよね、あんまり。うん。まあ生まれて、まあちょっと概念が難しいかもしれないですけど、まあ親を選択はできないですよね。うん。まあスピリチュアル的な話したら、それは選択してるのかわかんないですけど、うん。じゃあ、虐待して殺された子供はその殺されることを選んで生まれてきたのかっていうと、 多分そう、そうなのかなっていうところですよね。うん。だから、あの、会社に入るのも最初は自己責任で自分の選択ではもちろん入っているんだけども、でもうん、入ってみたらイメージと違うとか、入ってみたら話が違うとかね、いろいろあると思います。だからそれをどう受け取るかですよね。だから結局その解釈の仕方受け取り方の違いで、いろんな考え方はいろいろあると思います、無数に。なんか 結論言うと答えはないのかなとは思いますけどね。うん、答えは自分で探すしかないっていう <laughs>。答えは自分で探すしかないってことですね。うん、僕はでも思うことは、あのー、まあ今こういう生活できてるからこそ、前の生活と今の生活を加味してうーん、例えばよく億万長者合宿でのやりとりがありますけど、 社長は従業員に支配されてるという考え方もできないことはないと思うんですよね。久保さんが麻雀店をやっていたときに、ね、もういいよ、お前ら働かなくてと。給料やるから、みたいなね。<laughs> 給料はやると。<laughs> 働かなくていいと。<laughs> う従業員に支配されてますよねほ。本来従業員の役割っていうのは働かないといけないですよね。本来だったら従業員の役割っていうのは働いてちゃんと売り上げに貢献しないといけないわけじゃないですか。 だけど働いても売り上げ上がんないともういてもいない方が逆に良かったりする場合は働かなくていいよみたいな給料だやるみたいなね <laughs> うんまあいろいろなあの問題があるんじゃないかなと思いますいってらっしゃい